いないの、やべえリスナーみたいなの、あこいつやべえみたいな。あ確かに、まあ、縛られてることはあるかも。この人やばいぞ。はいどうもこんにちは、マガレツです。今日なんですけれども PUBG モバイルやっていこうと思うんですが、今回は久々の女性コラボということで、みったんさんよろしくお願いします。はいお願いします、みったんです。よろしくお願いしま す、ということで、誰やねんって話なんですよね、僕のリスナーからしたら。でみったんさんのリスナーからしたら多分誰やねんって思ってるはずだと思うんですよ。確かにお互いね、はい、どういう関係かというとですね、エッチな関係です。まあさっきのはね冗談なんですけれども、まあ実際みったんさんと会ったことがあって、2019年の忘年会で会ったんですよね。でそこで初めましてで、まあ忘年会でお酒も一緒に、まあ、皆さんとね、あのおぱしさんとかね、ごくちゃんとか、まあひとくんとかね、ひらぎさんとか、まあ、飲んで、まあ、楽しかったねワイワイという感じだったんですよね。でまあそこからちょっとコラボということで、でみったんさんちょっとやばくないですか。僕あのこの間あのごくちゃんのコラボの動画ちょっと見たんですよ。あ、ありがとうございます。はい、ひどいっすね。ひどいってどういうことっすか。いや、いろいろだってね、ぶっ込みすぎじゃないですか、はい、なんかまあちょっと僕のリスナーさん知ってるか知らないですけど、ちょっと過激なんですよね、あのキャラクターがね。あー確かにちょっと、うん、濃い、うん、めちゃめちゃ過激で、でもまあ結構下系で過激だから、俺ちょっとついていけるかちょっと不安なの今日。いやいや、ほらそんなこと言っても、いやそうなんですよ。いや俺結構ほら清楚系で売ってるから俺。絶対違いますよね。違いますよね、清楚系で言ってるんで、ちょっとついていけるか分かんないんですけど、ちょっと頑張りますね僕も、はい、いやあの私マガレツ君を知ってるのはあれですよ、はいはい、なんすか、あれからですよ。なんすか、炎上からですよ。そうなんすか。そうなの。いやちょっとそれ気まずいっすね、ちょっと気まずいかもしれないですけど、気まずいですね。まあ僕が見たさしたら、まああのおぱしさんとかのコラボなんですけど、まあ結構過激なんで、うん、あのこの間のちょっと動画見たんですけど、ちょっとこれ言っていいのか分かんないですけど、あのなんかちょっとエッチな行為を何時間して何回行くかのなんか挑戦をチャレンジしてみたいみたいな、そういうなんか企画やってたんですよね。大丈夫ですかその企画。そうですね、どうですか、引かないですかそういうの。いや引かないですよ。でもただチャレンジはしたことないんですけど、ちょっと具体的なちょっと何があったのかっていうのをちょっと説明してもらっていいですか。あの今まであった性体験で、はいはい、一番心に残ったというか、あ何が一番すごかったかっていう、はい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 、まあ6時間から7時間かけて、はいはい、まあちょっとお前、おい、ちょっとオブラートに包めや。営みをしました。あ、営みをね、あ、はいはい、どれくらいいけるかみたいな感じでやったんですけど。それで何時間やって何回行ったんですか。でまあ7時間ぐらいやって、110何回行きました。やばくないですか本当に。それ大丈夫なんですかそれ。もう YouTube のそれイメージつきますよ。もう拭えないですからね、キャラクターって、うん、確かに今後清楚系で行こうとしたら、もうそれ、あ、そういう人なんだなって。ビッチ系ですもんね。自分で言うんだ。自分で言うんだ、それ。って、初めて聞いたビッチ系 YouTuber。初めて聞いたんだけど。もうだって、拭えないでしょ、まあ、そこまで。まあでもね、もう拭う気もなさそうですもんね。そうですね、うん、もうさらさらないかもしれないし、ね。いいっすね、いいっすね。それはね、でもね、そのキャラクターって、突き通すことがすごい大事ですよね。大事だと思います。うん、なんか、中途半端にエッチなこと言って、中途半端になんかやってると、あ、なんかこいつ中途半端やなと思われるけど、うん、そこで、がっつりぶっ込んでやってると、あ、もうこういう人なんで面白いってなるけどね。確かに。確かに、間違いないな。ちなみに、はいはい、マガレツ君は過激な性体験はあるんですか。そんな過激なことは、本当にしてなくて、マジでしてなくて、でもなんか結構ノーマルが多いかな。ああ。そう、まあね、なんかちょっと、はい、なんかちょっとやっぱマンネリ化してきたなと思ったら、まあとりあえずね、コスプレさせてとか。言わせんじゃねえよ。そういう、そうそうなんですよ。そんなとこ行っちゃうんですね。まあまあまあ、そうですね、そうですね。キッズたちはちょっとわからないかもしれないんだけど、まあそうなっちゃうんですよ。ちなみに、うん、タイプなコスプレは何すか、一番オフェルコスプレ。バニーちゃんかな、バニーちゃん。うるせえよ。言わせてキモいはやべえだろ。え、それはあれですか、オフパコしたときに。ぶっ込むな、ぶっ込むな。いやいやいや、全然、オフパコしたときは別に着させてないですよ、ノーマルですよ。そんな、いきなりそんなことしたら、こいつやべえやつになるでしょ。あ、そうか、うん、長年付き合った彼女とか、そういうので、はいはい、まあ、ちょっとマンネリ化してしまったなと、うん、レスにならないように、まあ、使うかな。やる。ちなみに、じゃあ、みったんさん、そういうことやってるってことは、やっぱりあれなんですか、はい、
まあ、やることはやってると言えど、あのリスナーともやってるってことですか、はい、いや、リスナーさんと会ったことないんですよね。いや、それ普通だよ。それ普通だよ。普通じゃないことやってしまったんで、僕はね。あそう。そう、だから、ここはないですね。あ、そうなんすか。いないの、やべえリスナーみたいなの。こいつやべえみたいな。なんかいそうでしょ。めっちゃいそう。過激だもんだってやってることが。あ、確かに。まあ、縛られてることはあるかも。この人やばいぞ。何？マジで？でもされてるのはどうですか？そういうのは。え、例えばリスナーにってこと？そう。え、多分俺そういうキャラクターじゃないから。おかずにされるような部類ではないんだよね、多分俺。え、じゃあしてますって言われたらどう？ありがとうございますって感じ。なんとも言えんわ、ファンだし。ファンだしさ、一応。そう。なんとも言えんな。がっつり、そう、下系で売ってる YouTuber さんじゃないですか。ぶっちゃけた話、持ってますよね。数時間かけて何回行ったとか、100回以上行ったんでしょ？そう。だって持ってるでしょ、そんなん。行かないから。持ってないもん。いや、ちゃうねん。行きやすいんですよ、ほんとに。なんだよ、知らねえよ。何それ。え、だって何分に何回行く計算でしょ、それ。だって、言うて。なんか、3、4分に1回 ?3、4分に1回行く計算。え、何それ、満足しないの？ 1 回じゃダメなの？いや、1回じゃちょっと満足しないかもしれない。え、少なくない？いや、男は別に一発込めたら一発出せばいいって。そう、そのぐらいの勢いなんで別になんともないんですけど。そうなのか。平均何回行けばいいんですか？満足できるんですか、自分が。平均はい、5回以上は。まあまあ女性はね、確かに何回でも行けますからね。まあ、確かに。まあ100、じゃあほら、ハードルがさ、100何回とか言われちゃってるからさ、もうなんか60回ぐらいやんねえといけねえのかなみたいな。いや、それは6、7時間やった工程の中でのあれやから。ああ、なるほどですね。チャレンジです。俺は好きな人と、まあ愛し合う行為だと僕は思ってるんで、はい、そんなチャレンジしなくてもいいかなっていうね。1回がこければそれはいいかなと。2年ぐらい付き合った後のそれなんで、性欲強いんで。そうなんですね。そう、一日のルーティンでしますもん、やっぱり。男みたいですね、やってることが。うん、やってることが男、うん、男はなんかそういう人も結構多いんで。そう、歯磨き見て。何？別にルーティンではないけどね。やるもんはやるぞと。そう、やるもんやる。そりゃそうだ、そりゃそうだ。これ清楚系で売ってることはあれだね、コラボできないね。ああ、確かにそうですね。絶対できない。男性で清楚っています？マヒヒとか清楚じゃないです。でも喜んでましたよ。喜んでましたよ。それ語弊あるだろ。それ大丈夫かそれ。どういう人タイプですか？自分の仕事を理解してくれてる人が一番。あ、それはね、めっちゃ重要なんですよね。あのね、なかなかいなくて、YouTube ってなったら、まあ男からしたら安定した職業じゃないじゃないですか。だから、俺一回振られたのが、これも YouTube やる前なんですけど、YouTube やるってなって、YouTube やろうと思うって言った時に、安定した職業じゃないと結婚できないって言われましたよ、僕。はい、それで破局ですか？破局ですよ、破局。不安要素ではありますからね、一般的には。まあまあ、そうですね。女の子からしてやっぱ安定を求めるのかなと。あと性の相性も必要っすね。ああ、性の相性めっちゃそこ重要そうやな。いやめっちゃ重要そうだね。そこ一番でしょ、もう。だって話聞いてると。いやそんなことない。話だけ聞くとね、うん、そんな感じするかもしれないですけど、逆にどういう方がタイプなんですか？ちょっとね、優しくないと困りますね、僕。はい、怖いんで、女性が。優しい人がいいです。なんか尻に敷かれるタイプなんですか？結構尻に敷かれるタイプです ね。予想とは違う感じですね、想像と。結構 S なんですけど。え、夜の方の話ですか？夜の方の話ですね。あ、はい。S なんですけど、でも、はい、付き合うってなったりすると、例えば料理とか炊事洗濯できないんで、僕。だから一緒に住むってなった場合は、多分そういうのは、やってもらうことになるので、その辺関しては多分尻に敷かれるんじゃねえかなと、僕は個人的に思ってるんですよ。え、ちなみになんでそんな2年間も付き合って、長年付き合って別れちゃったんですか？DV っすね。DV！ 過激っすね。洗脳されますね、ああいう系は。あ、洗脳されるんですか？暴力振るわれるのは自分のせいなのかな、みたいな。やっぱり。あ、そうなんだ。DV ってちなみにどういうことされたら DV になるんですか？ちょっとわかんないですよ、定義が。暴力振るうとっていう話じゃないですか。ああ、血出たりとか。物使って殴られたとかないんですか？大丈夫ですか？あー、でもハサミとか飛んできましたよ。危なっ。なんかさ、女の子ってちょっと危険な匂いした人のことを好きになると思うんですけど、どうなんですか？
好きになる傾向はあるかもしれないですね。ですよね、うん、ちょっとだらしない方が好きというか、だからマガレツノはちょっとあれじゃないですか、はい、何性本能くすぐるタイプ何俺だらしねえみたいなの言われるんですかね何でも何勝手なイメージだらしねえみたいなまあ確かにだらしないけども、だって料理選択できないで、やべやべマジかこれね、あこれきついだろうな、あーめっはい、じゃあということでですね、ちょっと負けてしまったんですけれども、ごめんなさい、俺がやられちゃった。まあ、ありがとうございます。みったんさんやっぱ過激ということでちょっと面白そうだったんでまた次回はね、ちょっと今度は頑張ってください次回はまたね、まあ、過激なお話をちょっと教えてもらって、ちょっと次はね、あのみったんの成功座をやってもらおうと思います。オッケー、はい、了解ですありがとうございました